オープンサイクル型のタップオフサイクルの模式図。燃焼室から取り出した、少量の燃焼ガスでタービンを駆動する。駆動した後の燃焼ガスは廃棄される。タップオフサイクルは二液式液体燃料、ロケットエンジンの燃焼サイクルの一つで、燃焼室から取り出した廃棄ガスを用いて、ターボポンプを駆動するものである。推進剤のすべてを、タービンの駆動に用いるわけではないためオープンサイクルに、 分類される。タービンの駆動に排気ガスを用いる点は、ガス発生器サイクルと同じであるが、ガス発生器サイクルで必要な副燃焼失が不要になるという利点がある。1969年に開発が始まった j に s エンジンで採用され、延べ3万秒以上の燃焼試験に成功していたが、その後開発は中止されている。 ブルーオリジンが開発した BE-3 エンジンにはタップオフサイクルが採用されている。ブルーオリジンは燃焼室が一つの簡素な構造でエンジン停止も容易であることから有人宇宙飛行に適するとしている。しかし燃焼室からの排気ガスでタービンを駆動するためエンジンの起動操作が煩雑であることタービンを高温の排気ガスに耐える構造にしなければ ならないことが課題である。ありがとうございます。